前中でもいただきまして、はい、それも交えてですね、はい、トークセッションということで、させていただければと思います。はい、よろしくお願いします。今回モデレーターを務めさせていただきます、福澤でございます。よろしくお願いします。はい、三菱地所村松です。はい、ロボオタクとしてしゃべりたかったので、よろしくお願いします。お願いします。今回の見学会の場所、ここグランキューブは、はい、どっちもそうですけども、やはりこの最新鋭の設備、はい、ということもございます。その中で我々としてはこうロボットフレンドリーな環境、ここを出発点としてですね、いろいろ展開していきたいというふうに思っておりまして、はい、でまさにこうロボットフレンドリーな、環境、そしてまちづくりといった部分に関してこう見学会を今回見ていただいたわけですけど、はい、全体ご覧いただいてどう感じられましたでしょうか。いや、なんかこうなんていうんですかね、ロボットってなんかこういわゆるその僕たちが子どもの頃見てた漫画のキャラクターのようなものと、あとその、いわゆるこの工業的なというか、なんか機械的なものと、なんかこう大きく分けて考えていたんですけど、なんかすごいこうなんていうんですかね、融合してというか、僕が想像してたのと違う形で、なんていうんですかね、身近に来てくれたというか、はいはい、とってもだからイメージしてたものよりはすごくこうフレンドリーというか、はい、可愛らしいフォルム でそれで言いながらその、能力は、人間以上の働きを、もしくは人間の代わりのに働いてくれるというような、なんかすごくいいなんかミックスが進んでるんだなっていうのがなんか実感ですかね。ああ、なるほど、ありがとうございます、はい、そういう意味ではですね、今関さんからおっしゃったように、今回はロボットのみではなくて、はい、環境サイドにアプローチをして、はいはい、まさにフレンドリーな環境を実現していこうというところにアプローチしておりまして、だからそのアプローチに関しては関さんとしてはなんて言うんでしょう、今のご発言からすると結構こう方向性としてはよろしいのか、そういうふうにも見えたんです。すいません、ちょっと完全に自己評価しちゃってるんです。そんなことないです。いや本当にそのなんていうんですかね、今不思議ななんかこう感覚があって、本当にその、先ほどから何度も申し上げるんですけど、漫画の世界だったんですよね。で僕好きな、作品で石森章太郎先生の機械画っていう作品、僕自身も機械画の役もやらせてもらってたんですけど、中でもやっぱそのロボットが人間とどうやってコミュニケーションを取っていくのか、なんか人間足りうるものなのかみたいなことを、テーマにこう描かれていっていたんですけど、だからこのロボット側も人間にどう接していくのかということで、作中苦悩してましたけど、逆になんかこう僕らがやっぱそのロボットを迎えるにあたって、なんかどういうふうなこの心持ちと なんかそういう、ある種成長をなんかしていくべきなの なんかそういうのを考えるのが実際にこう時代がそうなってきたんだっていう、なんか漫画の世界に追いついてきたという はい、なんかそういう感覚を覚えました、外で一緒に歩いてる時に。はい、まさに今それが作られてる最中なのかなと、本当にこれまでロボットが全然外に出てくるのがなかったんですけども、そうですね、まさに本当にじゃあ目の前に出くわした時に、もっと、最初は本当におっかないんですけど、避けて歩いたりとか、なんかその人間の方が気遣ってくれたりとか、今はまだ人間の方が賢いですけど、将来は人間が歩きスマホをしてもロボットが避けて歩いてくれたりとか、なんか一部ちょっと本当に時代とか技術に応じてちょっとずついろんな違いが出てくるのかなと思いますね。そういう意味であれば、これまでロボットフレンドリーな環境を実現するにあたっては、経産省だけではなく、企業の方々と連携しながら進めてきてると思いまして、西尾さんとはもう緊密にやらせていただいてますけれども、まずこの最初にこう村松さんとロボットフレンドリーな環境を実現していくってことを、私からこうお話を聞いたときに、どのように感じられましたか。まず何をやるんだろうなっていうところからスタートして、ただ施設オーナーですので、課題が分かってますと、はい、ロボット今本当に平面は動けるけど、やっぱ縦移動ができなくて、もういちいち本当にドア1個のたびに清掃員さんが押していってもらって、例えばフロア移動も不必のエレベーター開けて、はい、不必のドア開けて、業務用エレベーターすごい待って、はい、それわざと持ってフロア移動して、でもう一回出たらまたよいしょっていうのがすごい長いですと、はい、だって全然
使えてるロボットもあるんですけども、やっぱりちょっと費用対効果っていうところまで落とし込んでいくとちょっと難しいよねってなった時に、あの計算書さんからお声掛けいただいた、やっぱり環境がいるよねっていうのは、やっぱりあの本当に問題意識が同じでしたので、まあ、じゃあ一緒にやっていきましょうということで、弊社としてもまあすごい前のめりに、はい、いろんな環境を作らせていただいているっていうようなところになりますね。そうなるとこうあれですよね、今後そのロボットを身近に置いて一緒にまあフレンドリーにこう共存していくために、建物自体の設計とかもなんかそれこそ視野に入れて行っていく時代が来るっていうことなんですね。おっしゃる通りですね、はい、まさに今先ほど見ていただいた清掃ロボットなんかも、うん、まあ、あの場所によっては本当に地下の清掃インスタン控え室ですとかに置いてあって、まあ、夜な夜な持ってきてよいしょってしたりもしてるんですけども、はい、将来的には本当に例えばですけど給湯室の横に、まあ、ロボット掃除機置き場があって、はい、夜12時になって皆さん帰られたらもう自動運転がスタートして、うん、もうガーッと 4,5 時間勝手にやってくれてて、はい、でも朝来たらもうすべて床面清掃終わってるので、あとも紙パックさえ交換すればおしまいですよって世界観が、はい、もうすぐそこまで来てるのかなと思ってますね。なるほど、はい、でもそうなるとなかなか会えないから寂しさはありますね。そうですね、夜中勝手に夜中動いてるから、はい、ねぎらうタイミングも作りたいですね。はい、間違いないです。それこそ、はい、フレンドリーにならなきゃってことになるのかな、ね、はい。あのロボットフレンドリーな環境まちづくりっていう部分に関して今、はい、あのお話しさせていただきましたけども、はい、あの次にあの今回のこの視察見学会の中での、はい、関さんのちょっとご発言の中で、はい、ちょっと興味を持った部分がございまして、はい、あの具体的には表情、うん、ロボットが、はい、あのどうなってるんだっていうところが結構関さんもおっしゃっていて、はい、でここを運んでる時には険しい顔してるなだとか、はい、で場合によってはあのロボットがぶつかりそうになった時にどういう顔してるのかなと、うん、まあ、人の感じ方としてはもしかしてそこってロボットこういう表情してれば受け入れやすいような、はい、っていうようなことにもつながるのかなとお聞きしてて思っていました、うん、はい、でその表情に加えてですね、はい、関さんとしてはロボットにこういう機能が備わっていたら、はい、よりあの豊かな暮らしにつながるなだとか、うん、そういう部分ってあったりしますでしょうかね。そうですね、やっぱりなんかその完璧でありすぎるとなんかこう距離をあのなんだかあの学校で秀才に距離感感じちゃうのとちょっと近くてたまにあのその先ほどちょっとあのエレベーターから上がってくるときに今まだちょっと失敗することもあるんですよっておっしゃってたんですけど、僕は逆にそこがすごい魅力に感じまして、なんかあのまああまり人間に対してこう危険が及ぶようなミスはまあ良くないと思うんですけど、あえてなんかちょっとミスってくれるみたいなものとか、なんかあのそういうところにすごくこう親近感をなんか覚えるんではないかなっていう、まあそのファジーな感じというか、はいはいはい、なんかそういうのもあえてなんか搭載してもらってもまあ面白いのかな、まあそのなんていうんですか、まあ、より身近にいるような、まあ、ロボットはっていう感じかもしれないですけどね、はいはい、そうか、そういう意味であればロボットメーカーさんどうですか、そういう、はい、あの清掃ロボット今まさに本当に将来的には自動的に本当に夜中走ってもう全部完璧にして、で先ほど関さんからもあった通りもしかしたら寂しいかもと、なんか全部勝手にやってくれちゃってるよっていうのが実現されちゃうかもしれないですけど、こういったところに対してどうアプローチを考えますか。そうですね、清掃ロボットとしてはあの中途半端な掃除をしてしまうとやはり快適な空間を提供したいという思いがありますので、確かにね、あいついつもここ入ってねえんだよなみたいな、ね、なっちゃうと、この辺だけ掃除しとこうかなみたいなことをしてしまうとちょっとご迷惑をおかけしますので、はい、そうですね、今はあの具体あの実際役に立つロボットを目指して開発しております。なんかなんかロボットの種類にもよりますよね。なんか絶対ミスがない方がいいものもあるし、だその立場というか活躍する場によってね、なんか求められるものが変わってくるのかなという気はしますけど、だからぶつかりそうになった時なんかあの表情がロボットの方もちょっとこうびっくりした顔してくれてると、あのなんとなくこうお互い様だなっていう感じがするんで、なんかこうあんまりこうこいつっていう気持ちにはなりにくいんじゃないかなとか、はい、あれですよね、関さんのご発言をこうもう少し広げていくと、はい、なんて言うんでしょう、掃除であれば真面目にするんだけど、うん、不真面目時間じゃないんですけど、あちょっと何時間経ったら不真面目時間みたいになって、はいはい、ネーミングがいいかとか別として、はい、
というような時間を設けることによって人との距離を縮めていくだとか、はい、それはコミュニケーションに近い領域かもしれませんけど、はい、というところもあるんですかね。いやもうパナソニックさんやっぱりもう立派なんで、はい、もう真面目に機能ビリッと作るんですけど、はい、そういうところもね今後あっても面白いのかもしれませんね。メーカーの立場としてはやはり真面目になんですけど、個人的にはやっぱりその人とのコミュニケーションといいますか、はい、まあ、そういったところの面白さといいますが、はい、ありますので、まあ、そういったところにも力を入れていきたいなと思っております。なんかあのたまに褒めてあげるとなんかあの充電の許容が上がるとかなんか活動する時間が長くなるとかなんかちょっとそういうのもね、まあ、面白いかなと、まあ、コミュニケーションをするということを考えると、うんうん、かなと思いますけどね。確かにそうですね、はい、ありがとうございます。表情っていう意味で言うとですね、本当に難しいんですよね。あの効率性だけ重視すると、はい、表情なんかないのが絶対いいんですけど、ロボット無視してくれと勝手にやっといてくれよ、うん、なんですけど、やっぱりそれだと認知度が上がっていかないというか、うん、だからやっぱ動いててもなんか一緒に生活してるから出てこないんで、そうですね、やっぱり本当に表情って、まあ、よしあしもっとあるなっていうのはすごい思います、ね。はい、だどっちに行くかですよね。だからその道具としてすごくこう、うん、あの成長させていくのか、まあ、今回のテーマのようなフレンドリーなロボットと一緒に暮らすっていう方に行くのか、なんかそれによってなんか求められてくるものがね変わってくるのかなと。確かにそうですね、はい、やっぱ私もこう立場上少しやっぱり機能とかその効率性のことを少し重視しがちなんですけども、はい、将来性考えればそういうことを今のうちからこう抱えとかないと、うん、やっぱ寛容性っていうのが人の方にも生まれないですよね、まあ、そうですね。だからなんかやっぱどこかちょっとあの擬人化じゃないですけど、うん、あのなんかこう僕もああいうね家で暮らすロボットと一緒に住んでみて、はい、やっぱりなんかすごく生き物に変わる、あの犬とか猫とあの同等に可愛がれるものだなと思ったんですよ、すごく。もっとね最初はあのなんていうんですか、まあ、おもちゃとかあのまあその硬い、いずれ飽きるんじゃないかって思ってたんですけど、おいなんかすごくこうなんていうんですかね、あのぬくもりを感じるというか、そのロボットに、はい、っていうのを実感してるもんで、そうなんです。なんかすごくね可能性を感じてます、なんかそのロボットと一緒に暮らしていくっていうことに、はいはい、だからきっとそれあれですよね、感覚的なものでありつつも、はい、でもそれをやっぱり一個一個こう皆さんにそれを味わってもらうというか、はい、経験いただきながらで、ね、やっていくことが重要なんですかね、うん、そうですね。なんか配達のロボがこう歩いてきた時になんとなくこうワンちゃんとすれ違うみたいにちょっとなんかうーとかやるとチラッと見てくれるとかなんかちょっとこうなんかよくすれ違う人の顔を覚えてくれるとか、はい、そういうのとかも、まあ、すごくあの受け入れやすくなるかなっていう、はい、あの届けに来た時にね、あの出前の人みたいな、チュワーみたいなお届け物ですみたいな、あ声とかもそのうちどんどん入ったらね、はい、我々の活躍の場も、いやもう、はい、増えて、ね、ありがたいな。いや本当にやっぱりこう関さんとお話ししているといつも見ない視点の話がやっぱり出てくるので非常にありがたいです。もう完全な素人ですからいやいやこっちは。まあ、今あのお声のお話になったのでですね、はい、まさにこう今までこう声優の方こっちでご活躍されている中でですね、はい、その中でちょっとロボットと人の関係性について、はい、ちょっとお話をさせていただければと思うんですけども、これまであの数多くのロボットに関係する役柄を演じてこられたと思いますけども、はい、その際に例えば人と、まあ、生きるロボット、なぜ自分がこう乗るロボットだったり、はい、あのなんていう自分のロボットでその人と対話するっていう関係性だったり、うん、はい、っていうあの部分があると思いますが、はい、あの役柄を演じるときにあのどういうときに何を気をつけて演じられているのでしょうか。そうですね、まあ、あのやっぱりそのロボットの多くはでもやっぱりその人間と共存するように作品で描かれていることが多いので、うん、そこはすごくこう寄り添う気持ち、あのロボットだとすごく意識して演じてるわけではないですね。なんかそのやっぱりあの人と人とかあの動物と人みたいな感じでやっぱこの心を通わせるものとして演じてることの方が、まあ、基本的には多いですね。中にはもう本当にあのいわゆる前時代的な
あの私はみたいな ああいう感じのやつも演じたことはありますけど、はいはい、そこはもう本当割り切って、はい、あの無理してやったりとかそ先ほども出てきたその機械だなんかもロボットですけど、やっぱりあれはもう本当人間ってどんなものなのか、あの人間の肌はこんなに柔らかいんだとか、それこそちょっと力を込めたら壊してしまいそうだみたいな、なんかそういうで僕も人間になりたいで苦悩するロボットだったので、そこはもう本当にロボでありながらなんか人間として、はい、なんか悩んで演じるというか感じでしたね。だそういうとこもだからどこまで進化するのか、その AI の部分、うん、映画とかでもよく描かれてるじゃないですか、はい、まあ、そのね、なんかこう知能をどこまでつけて、ね、危険があるんじゃないかとか、だかああいうのもまあ、こう一般のこの我々からすると、まあ、計り知れない部分があるので、はい、まあ、願わくばああいう可愛いロボットたちで一緒に暮らしていけたらなとは思ってるんですけどね、うん、そうですよね、うん、まさに環境をこう整えていけばロボットどんどん入りやすくなって、はい、でその中でロボットにどこまで知能を乗せていくかっていうところこそ恐らく人間の判断になってくると思うんですよね、うん、はい、だからそこでどう距離感を測っていくかっていうところなんだろうなとはちょっと思ったりもしてます、はい、で私もあの村松さんも、はい、あの関さんが演じてこられたキャラクターに非常にお世話になってきているんですけれども、はい、なんかお世話しましたもん勝手に拝見して勝手に世話になってるという中で村松さんとしてちょっとあのロボットの話ではないですけども、ぜひ関さんにですねロボットであればこういう役を演じていただきたいみたいな、そういうご要望だったりするんです。いやでもそれは先ほどの関さんに言っていただいた、はい、ロボットごとに性格があってもいいよねって、まさになんか将来的にはそうなのかなって思って中で、はい、たまには雑誌って言ってもらったりとか、なんかそういう方法ってなるかなと、はい、たまには積んでいってくれたりとか、なるほどね、あえて罵倒してくれるそうですね、ロボット、はい、なんかなんかあの最近よくこうなんていうんですか、ああいうこうヘルス系のやつとか家電とかでもちょっと AI 搭載して喋ったりとかするのあったりするじゃないですか。なんかまあああいう意味で例えばね、なんかトレーニングしてて一緒にこうそういうトレーニングするようなロボットがサボってたらね、そういう雑誌いつまでなんかサボってるつもりなんだみたいなこと言ってくれれば、まあ、その叱咤によって頑張れたり、うん、で褒めてくれたりね、そういうのいいですよね。はい、本当にいろいろ猫型とか、うん、汎用型とか、はい、いろんなロボットと向き合って、はい、たくさん来られていて、あんなもの作れるようになる時来るんですかね猫型のそうね、ね、ああいうのとかも憧れですよね。どっかいつか会いたいなっていう感じしますけど、ね、憧れですね。それこそもう世代なので本当に憧れです ね、 ね、ちょっとなんか本当に捉え方は難しいんですけど、はい、まあ、とある汎用人型のロボットって、はい、人が動かしているので、はい、実は今のロボットが進んでたりするんですよね。先ほどの戦争ロボットが自立して動いているので、なるほど、そうあのプラグに入らなくても大丈夫だと思うので、はいはい、そういった中で、はい、なんか本当に、まあ、アニメの世界もありつつまた別の進化を遂げていってるんだなというか、そういうふうにやっていただいて、やらせていただいた中で思うところかなと思いますね、はい、うん、確かにそうですよね。本当どういう役柄を演じていただきたいかっていうところで、先ほど村松さんのお話ありました通り、はい、ロボットにその声がやっぱりうまくなっちゃう状況によって声っていうところもうまく使い分けられて、ロボットのですね、はい、っていうところにやっていけば表情だけではなくて、はい、声というところと掛け算でより人との距離感っていうのはなんか縮まるような、はい、でそこに関さんのお声を入れていただいて、はい、っていうようなことを勝手に言え夢をあ持ってるわけですが、はい、面白いですね。なんかその、ま、ある一定 の、ま、そのフラットなトーンだけじゃなくて、楽しい時にはちょっと声がトーンが上がったり、まあ、そのちょっと怒ってる時には少しトーンが下がったりとか、なんかそういう変化が つくのも面白いですよね。そうですよね、うん、で心も私も勝手な素人 の、 あの発言なんですけど、はい、関さんがこうあの やれてる役柄の中で、はい、関さんの声ってわからない時が私はあるんですよね。はい、まあ、それはなんていうの、関さんの役柄の幅なんだとは思うんですけれども、はい、だからこう一つのロボットでもまさにいろんな声っていうところを、うん、はい、その出すことによって、なんていうんでしょう、今後のなんていうのね、声優さんとしての一つロボットとの距離を、うん、この声を入れていただくっていうところで、はい、縮めていただくっていうのも、そうですね、すごく、いやそれは本当にでもやってみたいことではありますよね。はい、あれ素朴な疑問なんですけど、例えばその、ね、未来の猫の、
猫型ロボットはあの喋るじゃないですか普通に。あれっていうのはあの未来の世界にあの声を吹き込んだ人がいるってことなんですかね。あの一から声を作ることってできるんですか。何もないところあの、はい、今自動音声というか、はい、あのできるはできるんですけども、はい、やっぱりあのやっぱたどたどしさがどうしても残ってしまうのが現代の技術かなと思うので、はい、やはりそういうのはあの声優様にあの、はい、その声を入れていただいた方がより親近感が湧くというか、なるほど、より本当になんかその密に接触できるというかっていうのがあるかなと思います、はい、それってあれなんですかね。なんかあのその滑らかに喋るようになるのにはまだまだ時間がかかる感じなんですか。あ、そうですね、合成音声って技術かなと思うんですけども、はい、あの技術とかによって全然異なりますが、やっぱりちょっとまだ時間かかるかな、ごめんなさい、これは個人的な本当に印象ですが、はい、でかつそれをロボットと連動させて、なんか右曲がるときは、まあ、スムーズに右曲がるよって言ってたりとか、はい、あとちょっとごめん危ないとかってなんかちょっと急停止したりとか、はい、そういったなんかインタラクションの中に声を入れようと思うと、よりまたちょっと判断の軸が増えるので、うん、より本当難しいですし、はい、まあ、よりそのなんか人とのより人の声の方がよりなんかインタラクションがよくできるのかなと思います。なるほど。あ、でもちょっと良かったです。なんかあの技術がすごい進んでて、ね、もう声優いらなくなるんじゃないかってもうずっと子供の頃からいつも怯えてたんですよ。まだもうちょっとじゃあ我々大丈夫ですね。もう少しはそれもちろん関さんがいなくなったらちょっといろんなアニメファンの方がみんな悲しんでしまうので。いやいや、まあ、でも良かった。はい、そうか。じゃあで未来にはあの声の声優さんなりが いるかもしれないってことですね。そうですね。今のお話でちょっとヒントにしたかったのがですね、はい、まさにロボットの距離感っていうところをどういうふうに良好にしていくかっていうところだと思ってまして、はい、あの表情もそうだし、まあ、声もそうなわけなんですけども、はい、例えば、ロボットがこう行く方向に人も一緒に行って、で場合によってはこうぶつかりそうになって、はい、で人の受け止め方によってはちょっと邪魔だよというふうにイラつく方もいらっしゃるんだろうと、はい、人それは今後避けては通れない部分だとは思うんですよね、うん、でそれは理屈ではなくて、はい、感情といった面になるのでより難しい話にはなってくると思います、うん、はい、でこれを人とロボットとの関係を良好にしていくにあたってですね、どのようなことに配慮していくことが今後大事だと関さんとしては思いますでしょうか。そうですね、どうなんでしょう。だからやっぱりこの人間がどういう気持ちでそのロボットを受け入れるのかっていう、うん、まあそのまあ、個人個人もそうですし、その社会のそういう、まあ、仕組みとか、まあ、そういう、うん、なんていうんですか、体制というか、うん、っていうのもやっぱり重要になってくるのかな、ね、まあ、そこにはきっと明日からね急にロボットとっていうわけにもいかないでしょうから、だからこういう取り組み、ちょっとしたあのちょっとずつのねなんか取り組みだったりとか、あの今やってらっしゃるその配線をロボットでビル内でやってみるとか、そういうところからやっぱり徐々に身近にこうなっていって、いずれはなんか当たり前になるような、うんうん、ことになってくるのかな。まあ人間同士でもね、まあ、ぶつかって喧嘩になったりすることはいまだにありますから、まあそれを全くゼロにするっていうのもねなんか難しいことなのかなと思うんですけど、はい、そうでもやっぱりちょっとでもねやっぱそのロボットかわいい、一緒になんか自分たちのために頑張ってくれてるとかいうそういう気持ちを我々がまず持てれば、ね、はい、それを知ってもらいたいですよね、まず。おっしゃってる、ね、ロボットがこんだけ可愛く頑張ってあのすごく安全でっていうのが進んでるんだよ、はい、とね。いや、おっしゃるとおりだと思います、ね、今すごい関さんの発言の中でヒントになるなって思ったのが、おっしゃっていただいたのが人間同士もぶつかるじゃんと、はい、なのになんでロボットとぶつかるのそんな過剰に起こるのっていうのがある中で、はい、先ほど本当に表情ですとか声っていうのをいただいた中で、はい、あなんか今本当に思ったのは無機質なロボットにぶつかられるともしかしたら人間はすごい怒るけれども、はい、なんか、まあ、本当に表情豊かで名だたる声も発してくれて、うん、でぶつかるじゃんってなった時はあもう全然と、はい、あごめんごめんって言ってくれるようになると、うん、ロボフレっていうのが社会需要性的にもっと広がっていくのかなっていうのが、はい、そういうなんかご発言いただいた中で感じました、はい、そうですね。なんか 今話しててなんかパッと思ったんですけど、あの表面とかがすごいなんか柔らかかったりとかしたらまたなんか変わってくるのかな、まあ、そのぶつかって、まあ、安全っていうのもあるかもしれないですけどちょっとドキッとすると思うんですよね、こっちもあのぶつかった時に相手が柔らかいと。
だからストなんか守りたい気持ちとかも出てくるかもしれないなって今思いました。そうであればやっぱ形状とかもそうですよね。そうですね。なんだったらあのなんか猫みたいに毛がふさふさしてる、あふさふさしてるとか、あらだろ、入れてくれたらありがたいのみたいな。そうですね。やっぱロボットのなんかその機能性からいくと、まあ真逆のことなのかもしれないですけどね。うん、そうでもなんか共存していく上ではそういうのもありなのかもって。はい。そうですよね。ロボットというとあの自動車工場とかにこう産業ロボットが入っているっていうのがあって、はい、やっぱロボットはそのビジネス目線での領域というのがやっぱまだあるんですよね、はい、でここ一般消費者の方にいかにロボットを受け止めていただくか、うん、その寛容さっていうところをどうこう訴求をしていくかっていうところがすごく重要になってくると思ってまして、はい、そこの部分はまさにこう関さんの今いただいたヒントに基づいてやっていくと、はい、どんどん広がっていくのかなというふうに思いますね。だからやっぱりそこで声優さんっていうところと、はい、あのお立場っていうところも相まって、はい、どんどんこれがあの広がっていくなっていうふうに私ちょっとお話を聞いてすごく実感を持って、積極的に関わっていきたいです。ありがとうございます。いや本当に、いやなんて言うんでしょう、こう私ロボットに関係するその作品の中で非常に勝手に関さんにお世話になっていた、はい、その関さんから、はい、そういうご発言をいただいて、はい、今あのすみません表情でちょっとポーカーフェイスなんですけど、はい、すっごい嬉しいです。あ本当ですか。ありがとうございます。でもあれでしょう、お好きなやつって軍事的な利用されてるやつとかどっちかっていうと、そうですね。まあどっちそっちよりはね、こういう可愛い方が本当はいいですけどね。そう、まあ、見てみたいけど。そうですね、うん、かっこいいからね。はい、あ村松さんとしてもあのなんて言うんでしょう、こう今三菱地所さんというお立場でこう人の距離感っていうのを良好にしていくために今後どういう形で取り組んでいきたいと思われてますか。そうですね、本当に会話の中にすごいヒントがたくさんあるなと思ってまして、まあ、あのちょっと本音ベース、先ほどのちょっとあの講演とかの中でもあったんですけども、はい、やっぱりどうしてもその機能性を重視しちゃってる部分が結構ありましたと、はい、まあ、そんな中で正直機能性は結構上がってきてて、かつそのロボットフレンドリーが実現されると本当によりなんかフレキシブルにロボットが動くっていうのがもう、はい、もうキンキンに実現されるでしょうと。ただそんな中でやっぱり最後は本当になんか人とどんだけ良好になれるかなってところがあると思うので、はい、先ほど本当にロボットになりますと、なんだったら夜中深夜働いてる戦争ロボットは表情なくてもいいかもしれないけども、うん、それこそ デリバリーなんかで言うと届いたよっていうのがちゃんと分かった方がやっぱり届けてくれたんだな、ありがとうもありますし、はい、そういった形でなんかもう一辺倒に効率性だけ求めずにちゃんと、うん、そのどうやったらインタラクションが良くなるかっていうのをちゃんとこちらとしても考えていかないと、はい、より良いその街づくりとかできないんだなっていうのをすごく思いました。うん、なんかすごいあのもうバンバンそういうのが普及してったら和食専用の運ぶやつとかなんかちょっとね、あの炒めし運んでくるやつとかで、はい、ちょっとこうカラーが違っても面白いですよね。面白いですね。なんかお寿司屋さん用だとなんかめっちゃ和食っぽい、和食っぽい、ピザだとなんか丸いロボットが運んでみて、はい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 、ちょっとなんかハッピーな感じで来たりとか ね、はい、そうそう、面白い。今まさに導入のこう今端境期にいるので、はい、まさにこれからなわけですけども、どんどん普及していけばいろんな方からいろんなアイデアが出てきそうですね。そうですね。今おっしゃったようにこうお寿司のであればこういうスタイルがいいんだとか、はい、確かに、いや本当にあのその想像でしかなかったので、なんかその実際に今日見て、あここまで進んでるんだ、なんかこんなに安全に人間と一緒に歩けるんだとかいうのが分かってきたので、あの多分実感してきたら多分すごいアイデアを持ってる方が多分世の中にいっぱいいると思うので、一気になんか加速していくんじゃないかなって、ね、はい、これまでこう関さんとお話しさせていただいて、まあ、ちょっとこうちょっとまとめというか、はい、いう話にちょっとさせていただきたいと思っております、はい、あのロボットフレンドリーなあの未来っていうところを、もう今後我々としてはこう今具体策を提案しながらも未来像をどんどん示して、はい、いくことによっていろんな方々の理解を深めていきたいと思ってるわけなんですけれども、はい、関さんとしてですね、このロボットフレンドリーな未来というところを、はい、に関して今後どうなっていくだろうか、まあ、どうなっていったらいいかといったところに関してですね、はい、もう本当簡単で言うのでお一言ですね、はい、コメントいただけるとありがたいなと思っております。そうですね、いやきっとでもなんか今すごくまあこの、まあ、コロナ禍だっていうのもあって、うん、その人対人の接触がなかなか難しかったりとか、まあ、その人手不足だったりとか、まあ、これきっと
これから先もね、なんか どこまで続いていくか分かんないですし、まあ、災害とかそういうものとかもね、はい、経験してきてるじゃないですか、はい、でやっぱ重要性はものすごい感じているので、はい、それがよりなんか本当にあの、うん、一緒に歩いていけるような感じで、そのあの、まあ、いわゆる産業的なものとかそういうあのちょっと固い難しいものっていうんじゃなく、おじいちゃんおばあちゃんも含めて僕たちをサポートしてくれるようなものがすごく求められていくんじゃないかなと思っているので、はいはい、あの 明るいんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、本当にあのまさにロボットフレンドリーな環境は今回施設管理、うん、施設を領域にターゲットでやってましたけども、はい、施設ってやっぱりいろんなあの産業分野のベースにあるんですよね、はい、だからこれを一つあのうまくいけばどんどん様々な領域に広がっていくんだろうな。だから楽しみでもあるんですよ。なんか例えばその今お料理運んでくれるじゃないですか。運んでくれますけど、今度これがそのまま配膳してくれたらよりいいなっていう、まあ、欲望ありますよね、はい、だその時にこれどうやって配膳する技術を作ってどんなロボットが誕生するんだろうみたいな、なんかそういうワクワクもあるというか、はい、多分僕ね、いろいろな方たちが研究されたり考えてるんだと思うんですけど、早く会ってみたいなっていう感じもありますね、はい、やっぱりですね、導入されていくといろんなユーザーの方が増えるじゃないですか、はい、そうすると皆さんの意見がですねどんどんやっぱ出てくるんですよ、調整されるというか、はい、それをあのやっぱりメーカーさんからすれば、あ、それはいいアイデアだな、うん、っていうところがどん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 巡ってですね、はい、いい製品っていうのが成り立っていく、うん、ただその循環させる起爆剤となるのが、まあ、今回のロボフレ環境っていうところなんだろうなと、はい、ちょっと思ったりもしております、はいはい、ありがとうございます。浦幕さんからもあの今後、これまでロボフレ環境を作ってですね、まあ、どんどんこのサービスを作り上げていくわけですけども、今後の意気込みだとか、まあ、そのあたり含めてお願いできればと思います。そうですね、はい、私はもう本当にものを実装していく立場だったので、まあ、本当にちょっと恥ずかしながら結構機械的にやっちゃってっていう部分がありましたと。もともと技術屋さんだなメンタルもあったので、まあ、新しくそのシステムがつながったりとか新しくロボフレ環境ができたりとか、まあ、そういったところにすごい喜びを感じていたんですけども、はい、本当に今日お話しさせていただく中で、あ、もうそれだけじゃダメなんだな、片手持ちなんだなってすごい実感できたので、そういったところっていうのをちゃんとその、社会情勢ですねとちゃんと向き合いながら、まあ、どうやったら本当に、より豊かにでコミュニケーションしていけるかっていうのをちょっと突き詰めていきたいなと思ってます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの本日はあれですね、見学会からで、そして実際にこう見ていただいてコメントをいただいたり、うん、でそしてそれを踏まえて、実際ロボットには表情があった方がっていう話だとか、はい、でロボットの形ですよね、でそしてロボットの、まあ、あの素材といいますか、はい、っていうところで並びに何て言うんでしょう、表情に加えてその声っていうところのバリエーションをうまくつけるっていう、まあ、機能面ではそういうことを実装しつつも人はもう少し寛容になるっていうところをセットで取り組むことによってですね、ロボットがその人の関係性や良好に行くのではないかなというところをちょっとお話を伺うことができました。で、当初としましてもですね、やっぱりこうあまり硬くないように、はい、いろいろ進めていきたいと思っておりまして、それはなぜかというと一般消費者の方に受け入れられることこそ世の中のやっぱり需要の喚起になると思いますのでですね、はい、そういう意味でもどんどん今教えていただいたことをヒントにですね、はい、どん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 ロボット普及、ロボフレ環境普及をさせていただきたいと思っております、はい、でその中でもぜひ僭越ながら、はい、関様にも今後ともぜひお願いできればいろいろ連携させていただければお願いしたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、すいません、お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございました。